番のゆいとあさみです、今日の企画は、検証企画ということで、同じ曲をお互いね、あのプリモとセコンドとありますが、これを入れ替えて弾いたらどんな違いが出るのかということで検証していきます。いいテンションだね今日ね。今日暑いからね。暑いからね。いいテンションでいけ、いいテンションでいけてます。いけてます。はい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 、ですね、今回この検証企画するきっかけになったのは、あのいつもこの私たちのねおしゃべりリオチャンネルを見てくださってる方からちょっとリクエストをいただきまして、はい、あのコンサートね、あの曲によっては私たち入れ替わるっていうなんか人が入れ替わるみたいな感じ言い方だけど、あの連弾って言うとね、あのプリモとセコンドあるじゃないですか、うん、でこれをあの曲によって入れ替えることがあるじゃないですか。でその時にあのやっぱり聴いてる印象がちょっと違ったっていうことで、同じ曲でやったらどうなるのかなっていうお声をいただきまして、うん、で今回この検証企画してみようかっていうことになったんですね。で、はい、思うんですけど、実はパートを入れ替えるデュオって結構珍しいっぽいですよ。そうですね、確かにあんまりいないですね。うん、そうですね。なので今回は何がどう違うかね、そう何がどう違うかどう違うか聞いてみてほしいなって思います。で、扱う曲が、フランスもの私たちいつも弾いていますので、うん、エドワ・ガルニエさんという方、あんまり有名ではないんですけど素敵な商品がたくさんある作曲家の、ロマン派後期ですね。なのでドビッシーとかより少し前の作曲家になるんですけど、その方が作った、春の朝というワルツの組曲が今にぴったりだね。ちょうどいいね。ちょっと熱くなってきたけどね、うん、ちょっとねそのワルツの組曲が春の朝っていう題名で作られてるんですけど、それの1曲目を今回扱って演奏したいと思います。で私たちとしては一度まああのコンサートとかでは弾いてないんですけど、一緒にまあ演奏したことはありますね。ありますよね。 YouTube にも上がってます ね。そうですね、 YouTube に上がってます。なので今回はもう久しぶりに私たち弾くんですけど、実はテンポとかも全く打ち合わせしなく何にもなしで、セコンドが最初一緒に2人で始めるんじゃなくて、セコンドが最初始めてくれるので、セコンドが始めたテンポでプリモが乗っかるっていう形になるので、もう何の打ち合わせもせず、はいはい、ついて突然弾いたって感じですね、うん、はいはい、ではまず1番目なんていうの、プルミエベーション第1回は、プリモが私、セカンドが私、はい、私って言うと難しいですね、プリモが、ユイ、セカンドがアサミっていうことで1曲目お届けします。はい、はい、お聴きください。でしょうか。そうですね。で次はドゥジェムベクション2回目。もうなんかフランス語出てきちゃうね今日ね。なんかだって二巡目って言ったらいいのこれ。なんていうのこれ。なんか2パターン目みたいな。マラソンみたいに2巡目。なんかどう言ったらいいかなと思って。2パターン目みたいな。2パターン目が、なのでプリモが私、あさみちゃん、あさみ、はい、でセコンドが
かわいいゆい突然フルネームで名乗るセコンドがゆい、はい、はい、ということでやってみます。はい、はい、こちらもお聞きください。いかがでしたでしょうか。自分たちで弾いててなんか違いに気づいた？やっぱ一つ目はテンポ感の違いですかね。テンポは結構違ったね。うん、私の方がゆっくりめに始めた感じがするね。うん、始めたね。そうですね。あとはあの短い曲なりにあの、うん、ちょっと転調したりとか、うん、ちょっとあの雰囲気変わる場所があったじゃないですか。うん、そこの入りのこうなんか。ため具合というかため感ねそうそうそう、その辺もちょっと真ん中辺でそれがまず一番最初出てくるテンポが違うのと、うん、その次その中間部とかでため感がちょっと違うかなっていうのと、最後の終わり方締めくくりね、うん、締めくくり方も結構違ったかなって思うんで、うん、同じ曲なのに面白いね。面白かったね。短いのにね、たった1ページの曲なのにね、うん、1ページ1分ぐらいで弾ける曲なんですけどね、うん、結構違いがあったので面白かったんですね。はい、はい、なのであの私たちはその辺が自分たちではね気づいたかなって思ったんですけど、うん、なんか他になんかこういうところも違う気がするとかなんか1パターン目と2パターン目となんか好みがもしあったりとかしたらね、うん、あのぜひコメントとかあの書いてくださったら嬉しいです。はい、はい、であとあれですね、あの私たちが普段あのさっき一番オープニングで言ってましたけど、あの入れ替わるじゃないですか結構パートを、うん、これのなんか選び方とかどういう時にプリモを弾くとか、うん、セコンドを弾くとかっていう話とかはまたちょっと別のビデオでね、はい、語らせてもらえたらっていう感じで思ってますので、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。はい、はい、じゃあバイバーイ。